ち。あと3発でしょう。ほら、うまい。この世界にまた新たな仲。でも彼の運命がそうなるのは、はあ、わしの計算に間違い。私は好きじゃない。だったらお前が言ったように、お前の童話の中でこいつ自身に自分の物語を探させるんだね。君の言う通りだね。いいかい、私の子よ、君の名は。退治しろ。まったく、あと何回君たちを助けてやればいいんだ。ありがとう、カサッチさん。うん、頭がクラクラするぞ。なあみんな、なんか変なものを見なかったか。まるで、悪竜の記憶か。うん、どうやらみんな見たみたいね。あの竜、オイラたちが思ってたのと違うみたいだった。見てるうちになんだか悲しくなってきて。この世界で起きてることはそう単純な話じゃないみたい。次にあの竜に会ったら話ができないか試してみない？うん、オイラもそれがいいと思うぞ。ところで、オイラたちが落ちてきたここってどこなんだ？もし上が童話の世界だとしたら、私たちはまるで次のページに落っこちちゃったみたいね。とにかく先に進むとしよう。遅れるなよ。だ、おい、置いてくなって。Thank you.
景色、上の竜の巣とはだいぶ違うな。ミオラさん、天へと舞え。遅い。死にたいようだ。はびこれ。どうだ、不意打ち。避けられる？どうだ、不意打ち。打ち続けて。うんうん。
私たちの家は、あの悪…星が…城の星が奪われた。嫌だ。俺たち、悪竜に食われなかったのか。あの悪竜、俺たちをここに放置していったのか。カサッチさん、お前一人で前に出すぎだぞ。奴はすぐ目の前だ。私たちが来るのを待ってるの。というより私たちがここまで追い詰め、オイラたちはただあいつと話をして、何が起こってる。ここに来る奴らは全員あの竜を撃つことが目的だった。それが何とかして落ち着かせる。その希望は持たないことをお勧めするよ。これまでの攻撃は警告と見ることもできたけど、今の奴は相当腹を立てている。戦いに備えておけ。時には一発殴ってやらないと目が覚めないこともある。満足しなそうだね。気をつけろ。もう落ちても助けないからな。あっ。
チ。ここは奴の黒い霧の中か。ん？なんだ？前に何か。本当にこの子を作るつもりかい、エム。この子の運命はもう教えたはずだよ。この子は自身の創造主に見捨てられ、最後には。わかってるよ、B。君は私に物語の悲しい結末を教えてくれた。でも、それはだからこそ、私はこの子に別の世界で幸せな結末を迎えてほしい。わかったよ、アンヤ。でも、お前がこの子にその名を与えれば、この子のシムランカでの運命は、多かれ少なかれ現実の共存となる。でも、絶対ではないでしょ？少しでも可能性があるなら、ただ、その時には。好きにするがいい。わし、それと、そこまで固執するなら、お前。またくだらない運命。ごめんね。私の寿命は友人たちほど長くはないし、この絵本のようにも長くはない。だから、ずっと君のそばにはいてあげられ。大丈夫。大丈夫よ。私が死んでも、シムランカの星になって、君たちを守ってあげる。この世界を見ておいて。近い将来、君にこの世界を。結局。こんにちは、大きな竜さん。しー、大きな声を出さないでね。他の人に聞かれたらまずいの。みんなは悪い。大丈夫。あなたはここに隠れてて。私が明日。子供誰か。違うの、ママ。君も。そうか。自分の存在を。歴史から消し去りたいだなんて。何者も君を定義はできない。何者も君の心を否定はできない。さあ、その名を思い出せ。もう大丈夫だ。城の人たちからみんなが巨竜の討伐に行ったって聞いて追いかけてきたんだ。やっぱ、あ、そうだ、さっきもう一人下に落ちたみたい。カサッチは飛べるし、
そういえば、カサッチさんが、あの竜の名前を。ドゥリン。それが彼の名前だ。よかった、無事で。あ、彼も無事だよ。ドゥリンって、モンドの悪竜の名前じゃなかったか？トワリンに倒されて、ドラゴンスパインに落っこちたやつだよな。オイラの記憶だと、あいつは確か、そうそう、黄金のレインドットの創造物だ。創造物。それで、一体何があったんだ？お前、それが、シムランカの悪竜の真実だったんだね。霧の中のあれらは幻覚じゃなく、巨竜の記憶だったのね。通りでおかしいと思ったよ。砕けた海にいるみんなは確かに家に帰れなくなってるけど、巨竜に村を襲われたなんて話、一度も聞いたことなかったからね。私たちがこれまでに会ってきたのは、多分、過去に鉱山にいた方や、悪竜の討伐に来た方たちなんだと思う。僕がこの世界に来た時、頭の中の声はこう言っていた。勇者となって、この世界の巨竜を救え。結局、それって一体誰の声なんだ？オイラたち、なんでこの世界に連れてこられたんだろう。ついてこい。下に全ての答えがある。ここって…ああ、運命の女神の書斎…え？運命の女神って、シムランカを創造したっていう伝説の三女神…正確には、魔女会のコード M という魔女だ。魔女会だって？あれ、オイラ、さっきから質問…彼女はドゥリンの物語を。正確には、シムランカのドゥリンの物語を。想像した。残りの女神の正体を含めて、ここの書物には、いろんなことが記載されてる。私の姓と名は、頭文字が両方とも A なのに、アリスは先着順だと言い張って、私のミドルネームから強引に M を取ったの。でも、アリスの魔法には、いつも驚かされる。彼女は私が適当に折った、紙のカエルを喋らせたんだから。あ、そうだ。折り紙の動物を、主役にした物語を書きましょう。バービーは未来を見るのが好きで、それを頼りに、シムランカの生き物たちだったら、彼女と賭けをしましょう。私は彼女が主…親愛なる姉妹たち。私はもうこれ以上賭けそうにないみたい。君たちに手紙を書くこのテスラ。あまり言うことを聞かなくなっている。私の物語を愛し、この世界を作ってくれてありがとう。私は君たちと素晴らしい青春を過ごした。そう。君たちと一緒にいるとき、私はいつも、自分が若いままだと感じて。A は、私が死んだ後も、シムランカの運命の女神は健在で、今、君たちがおしゃべりをした。これは、シムランカのドゥリン？彼が見上げてるのは、どうやら、これは M さんがいなくなった後、これは、
もしかして積み木鉱山の作業員が深く掘りすぎて次のページのせ、そういえばこのら祝福の森、この本一つの場所に落っこちただけでこんなに、これがあんたが星を捕まえる理由？あれってオルビットのとはまた違う心臓か？運命の女神の心臓だ。もう大丈夫だ、ルニ。そんなこと言うなよ。確かにさっきまでお前のこと誤解してたけど、落ち着きさえすれば。それであんな願い事をしたのか。ちっ、なんて愚かなんだ。おい、君がここの連中と一緒にいたいのは誰の目にも明らかだ。友人のように話したり遊んだりしたい。自分を受け入れてほしい。あるいは、少なくとも謝罪を受け入れてほしい。あんたは誰も傷つけたことがないし、誰かを傷つけようと思ったこともない。驚かれることは多いかもしれないけど、それはみんながあんたのことを知らないからよ。うん、ちゃんと話をすれば分かってもらえる。はあ、呪い。どうした？シムランカのみんなと一緒に暮らすことがあなたの。じゃあ目を閉じて、運命の女神に願ってみて。私たちが手伝うから。私を信じて。私、ニーローは、森の妖精として祝福を授け、あなたが森の一員となることを、ここに認める。願わくば、皆があなたを受け入れ、あなたがここで、自分の居場所を見つけられますように。私、ナビアはオルビットの国王として祝福を与え、あんたが王国の一員になることをここに認める。私もこの世界の長靴を履いた猫股としてあなたに祝福をあげる。はあ、一体な。この世界の勇者として君に祝福を。君がシムランカの一員であることを認め、この世界に受け入れられることを願わん。同時に君の友人として、君が前に進む道を見つけられるよう願っている。私は数多の世界を渡り歩いた旅人として祝福を与える。あなたがどこにいようと、仲間と善意が共に寄り添いますように。この世界をお願い。お？どうしたの？なんでみんな揃って、僕の爪が、翼と尻尾も、もしかして、僕の体。あら、かわいいじゃない。さっきまでとは全然雰囲気が違うか。前が悪かったっていう意味じゃないからね。
ただどう？今の姿は気に入ってくれたかな？誰か花を持ってない？なければこの世界の水でも紙でもいい。あ、ちょうど持ってるよ。はい。本当に本当に変わらない。よかったな。これで空飛ぶ仲間がもう一人増えたぜ。これならシムランカのみんながあなたを恐れることもなくなるよね。いや、でも僕、おとなしく罪を償いに行きなよ。君が残した足跡を埋めるんだ。それから砕けた海にいる奴らを家に返してあげるといい。その一緒に行ってくれないかな、カサッチ。は？なんでそんなことにまで付き合わないといけないんだ。え？だってさっき。それは嫌なら行かなければいい。そんな、僕は。ち、わかったよ。一緒に行けばいいんだろ。いいの？こんなことで君をいじめるつもりはない。ありがとう。カサッチは初めて僕の名前を呼んでくれた友達だ。上に戻ろう。ここにいても息が詰まるだけだ。ひひ、やっとあいつにも苦手な相手ができたみたいだな。うん、わかったよ。じゃあ私たちも。心配しないで、ドゥリン。うん、みんな祝福をあり。じゃじゃーん、サプライズ。うわぁ、怪盗が喋った。怪盗？あらあら、何度もお話ししてきた仲なのに。この声はお母さんの友達だ。どうも、旅人と新しい友達の皆さん。そしてあなたもね、デリン。ずいぶんその姿なら、今はチビドゥリンって呼んだ方がいい。チビドゥリン、うん、僕もいいと思う。それに小さい方がいいからね。もしかしてあなたはこの世界の三女神の一柱、創生の女神です？ええ、その通り。まあこの名前だけを聞くとちょっとすごそうな感じがするけど、当時の作業量は3人ともさして変わらなかったのよ。もし M の物語を読んだことがあるなら、彼女の描く世界がどれほど魅力的かを知ってるはず。自分の足で歩き、自分の目で見てみたいと思うほどのものだ。だから私は B を誘い、 M の許可をもらってこのシムランカという世界を作ったの。待て待て、なんでいきなりここの由来を話し始めてるんだよ。それよりどうしてお前がここに現れたのか、あ、いや、なんでオイラたちがここに来ることになったのか説明すべきだろ。全部教えてあげるから焦らないで。あなたたちは冒険を乗り越えた大英雄。魔女に質問する権利がちゃんとあるからね。さて、まずは私のことから話そっか。さっき本の中からとても強い魔力を感じたの。だからつい我慢できなくなって様子を見に来たんだ。私たちがチビドゥリンを祝福した時かな。ええ、その時よ。童話の世界では時に言葉や感情がどんな呪文よりも強力な。あなたたちの魔法のおかげでチビドゥリンは今の姿になれた。さあ、私にも挨拶してくれない？もしかして私たちがこの仕組まれたって言葉はちょっと好きじゃないかな。シムランカのドゥリンが運命の女神に願った時、しかも
彼らはみんな高潔で善良な魂の持ち主。だから運命の女神に選ばれ、このシムランカという世界を救うことになったの。言われてみれば、確かに何日か前に本を読んでたような。ああ、そうそう。サンドル川の子供たちに童話を読んであげてたんだ。私は古い本を拾って、それを箱の中に敷いて寝てたような。そんな偶然があるなんて。あれ、でもおかしくないか？他の奴らは物語上の役があるのに、オイラたちにはないぞ。確か、ここに来る前は。あ、思い出した！オイラたち、差出人の書かれてないヘンテコな本を受け取ったんだよな。で、とりあえず開けてみたらここに来てたんだ。そっか。あれって、お前が送った本だったんだな。そうだったかな。あなたたちがそう言うなら、多分そうなのかもね。私には感じるの。あなたがチビドゥリンに与えた祝福は、テイワットのこと。え、すべての、つまり、あれ、あなたたちは、砕けた海の、そんなこと、あら、他の友達をここに、彼女は、さて、僕は、せっかくこ、気に入ってもら、そうそう、チビドゥリン。あなたに新しい友達ができ、最後に、消えちゃった。ってことは、ふふん。でも、新しい冒険は始まったばっかりよ。チビドゥリンと、その仲間たちの冒険がね。え？僕の？うん。私も早く、チビドゥリンを森の仲間たちに紹介してあげたいな。はぁ、何を見てるんだ？綺麗な星空。きっとこの世界の三女神がチビドゥリンにプレゼントし、はあ、ありがとう。やばい。